イオン、東北株式会社は、秋田県秋田市に本社を置き、東北地区のイオンマックスバリュー及び、青森県、秋田県、山形県のザビックを展開する、イオングループの企業である。独立系スーパーを起源とするが、2020年3月1日に、イオンの完全子会社となった上で、イオンリテール、東北カンパニーと経営統合し、マックスバリュー、東北株式会社から、 社名変更された。ジャパンユナイテッドストアーズカンパニーを社名の起源とするジャスコは連邦制を掲げ、東海道メガロポリスを中心にローカルスーパーのグループ化を進めた。1969年9月10日、従前の東海道メガロポリスのみの展開から半島を広げようと、岡田武やジャスコ社長は経営研究会を組織し、 県産と新木を重ねていた東北地方のスーパーである、伊徳、各大食品、鶴舞、丸一、丸富、山沢に提携を呼びかけ、それに応えた6社は、商品の一括購入による規模のメリット追求と、配送センターの建設による、物流コストの削減を目指すべく、提携を結んだ。この提携に、翌年3月、新潟県の堀川かま工業、西大うジャスコが、 マックスバリュー東北の全新会社となった。加えて、鶴舞が医療品販売を手掛ける新会社である東日本医療を設立した直後、ジャスコは同社に資本参加。1994年2月に鶴舞は、ジャスコが全株式を取得し子会社化した。1994年8月に山形ウェルマートと拡大ウェルマートが合併。 東北ウェルマートが発足。さらに、翌年2月に、ウゴショッピングと鶴舞が合併。北日本ウェルマートが発足した。そして、1998年2月に北日本ウェルマートと東北ウェルマートの合併によって、新社となる東北ウェルマートが誕生した。同社は2000年5月にマックスバリュー東北に、称号変更し、同年8月に、 当初2部に上場した。社内上は、鶴舞に統合した形になっている。秋田、山形のスーパーの休合によって発足した経緯から、当初は両県のみの店舗展開であったが、2001年に青森県のマックスバリューとウェルマートの営業権を、イオンから譲り受けたことを手始めに、経営難に陥った地元スーパーの救済や、 M&A を積極的に行うなど構成に転じた。2018年10月10日にイオンが発表したスーパーマーケット改革の一環として東北地域においてはマックスバリュー東北とイオンリテール東北カンパニーが2020年3月をめどに経営統合をすることで基本合意したことを発表した。この時点では経営統合の方法については 検討中とされていたが、2019年12月10日に、以下の方法により経営統合による事業再編を行うことが明らかにされた。イオンとマックスバリュー東北の間で株式交換を行い、マックスバリュー東北をイオンの完全子会社とする。イオンリテールが東北地域において行っている小売事業のうち、イオン業態の店舗に係る権利義務等を、 九州分割によりマックスバリュー東北に承継する。マックスバリュー東北がイオン東北株式会社に称号を変更する。2020年3月1日付で株式交換九州分割による承継称号変更が予定通り行われイオン東北株式会社が発足した。ふとじは現在の直接の存続法人を指す。 以下に述べる店舗の他に、グループ会社のイオンスーパーセンター株式会社が運営するイオンスーパーセンターの一部店舗におけるリカー売り場のテナントウ営も行っている。イオンイオングループが国内及び海外で展開する総合スーパー並びにスーパーマーケット。イオンリテールからの承継時点で、青森7店舗、岩手5店舗、宮城11店舗、秋田6店舗、山形6店舗、 福島7店舗の計41店舗、旧ジャスコ店舗28店舗、旧サティ7店舗、新規店舗5店舗、及び旧大英店舗である仙台店に大別される。一部店舗はイオンモール内に出店している。また、前述したように、2020年4月には、スーパーマーケット業態である石巻駅前店、 同年11月には同じくスーパーマーケット業態の仙台宮町店が順次開業し、2020年11月時点で43店舗を運営する。イオンスタイルイオングループが展開するファミリー向け業態、2014年以降に開店した店舗や一部のイオンからの転換店舗となっており、イオン同様一部店舗はイオンモール内に出店している。 イオンリテールからの承継時点で、岩手1店舗、宮城2店舗、秋田1店舗、山形1店舗、福島1店舗の、計6店舗を展開していたが、2020年10月に、改装に伴うマックスバリューからの野望変更により、バラ島が開業し、7店舗を展開している。イオンエクスプレス、イオンの派生業態として展開している小型スーパー。イオンリテールが、 宮城県に実験店舗として開店したのが始まりである。イオンリテールからの承継時点で宮城に12店舗を展開するマックスバリューイオングループが国内及び海外で展開する食品中心のスーパーマーケット。2020年9月時点で青森22店舗、岩手9店舗、秋田27店舗、山形21店舗の計79店舗。 うち青森の5店舗はジャスコから譲り受けされた店舗。岩手の8店舗はマックスバリュー北東北が運営していた店舗。青森の6店舗、秋田の15店舗、山形の7店舗はもともとウェルマートとして開店した店舗。また、同業他社からの譲り受け店舗も複数存在する。マックスバリューエクスプレスオンリテールが立ち上げ、事業を受け継いだ。 マックスバリュー関東を手始めに国内で展開している小規模のスーパーマーケット。これまで北海道、関東、中部、関西、中国、九州の一部に展開していたが、五門町店の業態転換により東北地方にも進出した。秋田と山形にそれぞれ1店舗の計2店舗。一号店の五門町店ではマックスバリュー、東北運営店舗で初めて、 カウンターレジを導入している。ザビックフードディスカウントストア。秋田県の野白子花輪店と片上店を除く全店舗、マックスバリューから転換された店舗である。もともとは同じイオングループのマックスバリュー西日本が独自に展開していた店舗名だったが、2008年にマックスバリュー東北が青森東店を開業したのを皮切りに、 他の全国のイオングループ運営会社でも店舗展開を行うようになった。名称は2010年までマックスバリュー東北と琉球ジャスコの店舗のみザビックで展開していたが2010年10月開店したの代長崎店以降はイオングループ他社に合わせてザビックと二文字目に中黒を入れ統一し現行の三代目ロゴマークでの出店となった。2020年9月時点で 青森2店舗、秋田9店舗、山形2店舗の計13店舗。うち3店舗は旧ジャスコからの譲り受け店舗。青森東店、浪岡店はザビック表記で2代目ロゴマークを使用。なお、宮城と福島にも出店している。秋田地盤の主要前身2社の経緯、編集鶴舞は、戦術の通り東北ジャスコチェーンに加わり。 本城市を中心に店舗を展開していた。1994年2月、ジャスコは鶴舞の全株物資を取得。子会社化した。子会社化時点で鶴舞は計14店舗のスーパーを展開していた。この他、1970年6月に鶴舞は医療品販売を手掛ける新会社である。 東日本医療を立ち上げ、スーパーストア本庄店を開業し、同店の開業直後に東日本医療はジャスコの参加に入った。また、東日本医療は1976年8月にサンプラザ本庄店を開業した。同店は増床を経て、1995年にジャスコに営業場とされ、その後、ジャスコ東北カンパニーの所管となった。 1981年7月、ジャスコは西大うジャスコ社長の仲介で横手市に5店舗を展開していたウゴショッピングと提携しウゴジャスコを設立。同年12月にウゴジャスコ湯沢店が開業した。1982年3月、同社はスーパー事業を展開するため子会社として新社となるウゴショッピングを設立した。 1986年6月、ウゴショッピングがウゴジャスコを合併した。1995年2月、共にジャスコ参加であったツルマイとウゴショッピングが対等合併。北日本ウェルマートが総店舗30店で発足した。1998年2月に同社と東北ウェルマートが合併。新東北ウェルマートが発足した。 2000年5月に東北ウェルマートはマックスバリュー東北に称号を変更した。近年の店舗制作、編集規模の大きな店をウェルマートからマックスバリューに変更する一方で、小規模店や不採算店を閉鎖するスクラップビルドを実施し、その一環として大型店を進出させることもある。この一例としてマックスバリュー新二課補店が2003年11月10日に、 営業を終了し、道路を隔てた南側に直営店舗面積5割増しで11月14日に開店した2カホ店がある。他にもマックスバリュー川辺店のように移転せずそのまま拡張、改築を行った店舗や一方で数キロメートル離れた場所に移転する手法を取ったところも見られる。閉鎖した大型店の跡地に店舗展開をするケースとして、 秋田ニューシティの大英秋田店メガボルト大町店、ウゴ交通ビルのジャスコ横手店メガボルト、横手駅前店などが見られた。このほか、イオンタウン、バラジマパワーセンターのような広大な敷地20、数店舗のテナントを展開するところも見られる。2002年4月30日、同和工業の子会社であった同友の全株式をマックスバリュー東北を取得。同友は、 マックスバリュー東北の子会社とされ、不採算店舗を除く5店舗は一時閉店し、改装工事を実施した後、店舗名を同友からマックスバリューに変更し、順次再オープンした。大館市の4タウン、大館西の各店舗である、大館西店は、県内で唯一ジャスコ直営の店舗であったが、1999年に事業譲り受けし、 マックスバリュー東北の運営する店舗となった。同店は2008年12月12日から店舗を改装し、ザビック大館に支店として営業している。また同年には、北秋田市にマックスバリュー高の住みを格とする、イオンタウン高の巣ショッピングセンターを開設した。2016年5月25日に最後まで、ウェルマートとして営業していた、京和店と神岡店の2店舗が、 マックスバリューイヤゴを変更した。ウェルマートはマックスバリュー西日本でも展開していたが、同年2月にウェルマートの営業を終了して、以降はマックスバリュー東北の独自業態となっていたことから、ウェルマートは完全に終焉した。前述したように、2020年10月17日にイオンタウンバラジマパーセンター内に出展する。 マックスバリューバラ島店を改装し、イオンスタイルバラ島として、リフレッシュオープン。イオン、東北発足後初のイオンスタイルの新規店舗であるとともに、マックスバリューからイオンスタイルへ転換した初のケースとなる。山形地盤の主要前身2社の経緯、編集東北ジャスコチェーンに加わった、拡大食品は、1972年12月に、拡大ジャスコを設立後、 子会社の各大商事とともに、翌年2月にジャスコと合併した。拡大ジャスコは発足後、地盤の米沢地区のみにとどまらず、1973年10月、仙台地区における発信室として、仙台市宮町と泉市南港台に店舗を開設したほか、1979年には泉市に、さらに新店、翌年には名取市にも、 店舗を構えるなど、積極的に県外進出も進めた。なお、拡大ジャスコは、大型店の大部分を1986年2月に、ジャスコに営業場としている。各大食品とともに、東北ジャスコチェーンに加わった丸市は、1972年12月に、西大うジャスコを設立後、子会社の新城丸市と共に、翌年2月にジャスコと合併した。 西大宇ジャスコは、坂田市を中心に店舗を展開し、1973年11月、初の県外進出として、新潟県村上市に店舗を設けるなど、業用の拡大に取り組んだ。また、1976年10月の坂田大火の際には、本店の他中町マート、ストア店の3店が消失したほか、社長宅や従業員宅も前半焼に見舞われるなど、 大きな被害を被った。なお、西大宇ジャスコも大型店を1986年3月までに、ジャスコに営業場としている。両社のジャスコに営業場とした店舗の詳細は、過去に存在した、ジャスコの店舗参照1994年8月、酒田市に本社を置く、山形ウェルマートと仙台市に本社を置く、拡大ウェルマートとが合併。 東北ウェルマートが発足した。東北ウェルマートは、佐賀市に本社を置き、大田法の規制緩和を踏まえ店舗を大型化し、店舗の希薄な村山地方でも、積極的に展開を図るとした。1998年2月に同社と北日本、ウェルマートが合併、新、東北ウェルマートが発足した。2000年5月に東北ウェルマートは、マックスバリュー東北に、 称号変更した。近年の店舗制作、編集喧嘩では、秋田県とともに、小型スーパー形態である、ウェルマートの展開が進んでいたが、大英や、ヨークベニマルなどの県内進出、従前は、村山地方の地方スーパーに過ぎなかった、山沢の全県展開が始まったことにより競争が激化し、小規模なウェルマートでは、立ち打ちできず、店舗閉鎖が加速した。 マックスバリューが誕生し、イオン酸化としてのテコ入れが始まると、これまでとは一転し、中心部の小規模、ウェルマートや中心部のジャスコを閉鎖して、郊外型マックスバリューが新規回転した。それにより、山形での体調傾向は収まり、現在に至るまで激戦が続いている。県内においては、ほとんどの市町村に進出を果たし、スーパーといえば、 マックスバリューウェルマートのみという自治体も少なくなかった。また2003年に自己破産した山形市の食品スーパー、三ツまの2店舗と従業員を引き継ぐなどもした。新庄市では当初4スーパーセンターの進出が計画され、広大な用地が取得されたものの、商店街の反対により、平屋、食品スーパーのみのマックスバリューに計画縮小の上、出店することになった。 そのため、マックスバリューでは珍しく広大な駐車場を持つイオンタウン新城というパワーモールが形成され、ペトラスが設置されたマックスバリューになった。鶴岡市や南陽市では中心部のジャスコが閉鎖され、新たに郊外にマックスバリューが誕生した。2013年7月6日に開店から26年半以上にわたって長らく営業していたウェルマート東、 泉店を改装に伴って店舗ブランドをマックスバリューに変更しリニューアルオープン。同年11月20日にウェルマートハグロ店とウェルマート立川店が閉店となったため県下におけるウェルマート外店舗も存在しなくなった。2001年に青森県内の店舗をイオンから譲り受けした後の12月、県内で当時最大手だったスーパーマーケットのカメヤ、 南チェーンが倒産し、営業店舗は全て閉店となった。このうちの13店舗の営業権をマックスバリュー東北が譲り受けることになった。当時、マックスバリュー東北はイオンから譲渡された8店舗を運営するに止まっており、この譲り受けで青森県内の店舗数が2倍以上に急増すること等から当時マスコミでは話題になった。2002年3月にはこれらの店舗を 全店開店させたが、余裕のない店舗展開であったため、開店当初は、亀屋の店舗にマックスバリューの看板を付け替えただけの店舗が見られた。現在では、採算の合わない店舗は閉店したり、近郊のショッピングセンターに出店する際に移転するなどしている。一方、イオンから譲り受けた店舗も、青森東店、浪岡店、八戸城下店以外は全てウェルマートだったものの、 全店マックスバリューへ変更した。さらには、古会社化した、株式会社同友の店舗であった、大和ニ店は、店舗面積が狭いこと等から、移転を伴わずに新店舗へリニューアルしている。また、イオングループの店舗との競合を避けるため、戸和田市の東、4番町店は、イオンスーパーセンター戸ワ店の出店により開店から、わずか3年弱で閉店となった。 2008年4月11日、メガボルト、青森東店を改装、業態転換し、メガボルト東北では、初のフードディスカウント1号店として、ザビック青森東店がオープンした。ザビックは、もともと、マックスバリュー西日本の独自業態であったが、青森東店は、同社以外のマックスバリュー運営会社が開業した最初の店舗でもあり、ザビックが、 全国展開化するきっかけになった。岩手県はイオンがマックスバリュー業態1号店を置いた土地である。2004年、マックスバリュー東北は北上市のロックタウン北上内に直営店舗をオープンし県下に初進出した。また、2014年3月1日にはイオンの100%子会社で県内において旧店舗を展開するマックスバリュー北東北を九州合併した。 運営会社の違いから、北上店の売り出し内容やサービス内容は、他の県内メガボルト店舗と異なる場合があった。マックスバリュー東北は2013年6月14日に、同年5月に自己破産を申請したパワーズ富士見から、新潟市と村上市の7店舗を譲り受け、新潟県に進出した。自己破産時に、同社から解雇された従業員は、 マックスバリュー東北の従業員として再雇用されることとなり、合わせて開業に向けた準備を進めるべく、営業本部内に新潟事業部を立ち上げた。譲り受けた店舗は、新潟市の本店を除いて、店名を変えることなく、マックスバリュー東北店舗への改装を行った上で、順次オープンした。先陣を切って、同年7月19日に、 荒川コス店をオープンした。その後、同年7月23日に、村上魚町店を同年7月26日に、亀田店と笹口店を同年7月30日に城木古店、山日店、東県町店の3店舗をオープンしたことで、譲り受けた店舗すべてをマックスバリューとして営業を再開させた。なお、新潟県には以前から、 イトイ川店が営業しているが、この店舗はマックスバリュー北陸の運営であった。2016年3月にマックスバリュー東北が運営していた新潟県内の全店舗をイオンリテールへ継承したことで、約2年8ヶ月で新潟県内での店舗運営から撤退した。これに伴い、イオンリテールではマックスバリュー東北から譲り受けた全店舗において、 中条店と同じ、イオンへ屋号を変更され、同年3月15日の村上魚町店から順次営業を再開し、同年3月30日の亀田店をもって、全店舗の営業を再開。また、県内のマックスバリューはメガボルト、北陸運営の糸井川店のみの店舗展開に戻った。マックスバリュー北陸を参照ミ城県及び福祉。マックスバリュー南東北を、 参照当社としてはこれまで展開されていなかったが、イオンリテール、東北カンパニーからの承継により進出した。なお、承継時点で、宮城県に25店舗、福島県に8店舗展開している。このうち、仙台店は2016年3月1日に、大英からイオンリテールへ承継された店舗である。また、2020年4月23日には、 宮城県石巻市にイオン、石巻駅前店がソフトオープンした。本店舗は石巻ビブレを前身とする桜屋百貨店、石巻店後に移転開設した石巻市役所の1階で2017年5月まで営業していたエスタ後に居抜き出店した店舗で食品や日用品を中心に扱うスーパーマーケット業態となる。前述したようにイオン、 石巻駅前店がイオン、東北発足後初の新規店舗となった。同年11月2日に仙台市青葉区にスーパーマーケット業態の2店舗を順次オープンすることを発表し、同月11日にスポーツクラブルネサンス仙台宮町24の1階に仙台宮町店がオープンした。同月25日には宮城県内で初となる。 どこでもレジレジ号を導入した仙台一番頂点がオープンする予定である。1977年8月にスーパーの営業権をヨークベニマルエジョート。なお、このスーパーマーケット改革ではイオン東北の発足と同じ日にイオン北海道がマックスバリュー北海道を合併したほか、遅れて同年9月にはイオン九州がマックスバリュー九州及びイオンストア九州を 合併したことで、もともと沖縄県でイオン、マックスバリュー、ザビックを運営しているイオン琉球と合わせ、北海道、東北、九州の3地区もイオン、マックスバリュー、ザビックの3ブランドが同一会社の運営となった。なお、現在は業態をマックスバリューに戻している。この店名には違くがあり、開店当時はニカホシの合併競技中で、所在地が 旧ニカ保町にあるが、新氏名候補のニカ保市のひらがな表記を先取りする形で開店した。しかし山町の合併協議会から一時期、木坂多町が脱退したため、合併がこのまま破綻した際に、店名の命名について報道されたほどである。貸し出し用の専用スマートフォンに購入する商品のバーコードをスキャンし、会計時に専用レジの二次元バーコードをスキャンして、 買い物データを連携し、支払い方法を選ぶだけで会計が完了する最新 A レジシステムのこと。すでにイオンリテールが運営する一部の店舗に導入されている。ありがとうございます。